ただいまご紹介に預かりました柳川大川倫理法人会で研修員を拝命しております竹下博次と言います。仕事はいちご農家を大川市の方でやっております。まだまだ収穫の実はラスト1週間の今ピークです。お前何やってるんだっていうところで今ここに立っておりますけれども、まさに倫理法人会はいの実践という言葉があって、頼まれたらイエスかはいかと、なんか暴力団みたいな組織です私はそれで業績を上げてきました。皆様がこの時間に朝もいろいろ自分のやりたいことがあられると思います。ゆっくりコーヒーを飲んだり家族との時間もあるでしょう。しかしこの時間を取られた以上は、ぜひここに 120% いや 150% 今日タイトルにありますフルスイングで人の話を聞くというのもですね、新しいチャレンジだと思うんですが、今日はいつもと違う非日常の体制でぜひお話を聞いていただければきっと身につかれると思います。何気ない日常と同じように人の話を聞いていれば、学びの時間もただ日常のように過ぎ去っていきます。チャンスは誰にも溢れてる。私もいちご農家としていちごのハウスの中にチャンスが転がってるかどうかって誰も見えないって言うと思います。いや、あります。我々受け手の心構え次第というのをこの倫理法人会で学びました。チャンスが見えない、それはご自身の意識が変われば見えるようになります。本当に大川市でいちご農家私やってますが、どうやら政治家と間違えられてるみたいですしかし本当にいちごの収穫をしてます。そして柳川大川倫理法人会で司会進行をしながら噛みながら、時には本当に空振り三振をしてですね、ああしまったって思うことも多々ありますが、いちごの本業には全く支障がないのがこのモーニングセミナーなんですね。倫理法人会でどれだけ空振りしようが、送りバント失敗しようが、監督である入江会長は一切怒りません江口地区長は一切怒らない、もう本当に長嶋茂雄かっていうような笑顔で、いつも満面の笑みでですね、走っていいぞって、牽制で刺されようが、うん大丈夫大丈夫ってこんな会社があったらいいなって思いながら、私は育てていただきました。今日はモーニングセミナー運営に関わったことによって、自分の業績家庭が幸せになったというイクオールの話です。ボランティアじゃありません。私はボランティアでモーニングセミナーの運営をやっておりません。倫理法人会の役員、それからいろんな会の役員があると思います。 PTA 会長も務めてきました。いろんなこともやってきました。30代はボランティア疲れをしておりました。こんなことしてどうなるんだろうって思いながら、自分の中にある幼少期にいじめにあったり、お前んち百姓だろうってバカにされたり、嫌だった経験があるから、バカにされてる人、そして自分の価値を見失ってる方を見るとほっとけないんです。業績に関係なく私は飛び出していきました。だから家に帰ると家庭裁判所かっていうような被告人席が用意されてるんですねお前はスーツ着て一体どこに行ってるんだと、おそらく、まあ今だいぶ言わなくなりました。何が変わったかというと、業績が出てない時はモーニングセミナーとか倫理法人会とか一生懸命なるのはいいけど、お前自分の子供の面倒も見れないやつが何が人の世話だ、お前何様かと講話をしようとすると、お父さんが街を歩けないようなことを平気でするのかお前はって、お前は社会にとっていろんな賞賛を受けてるかもしれないけど、お前みたいな親不孝者はおらんぞと、いや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 、本当に生みの親からですね、もう至近距離からガスバーナーで炙られてるような感じですねこれを私は批判と受け止めてる間は本当に良くなりませんでした。なんで親にここまで言われなきゃいけないんだろうと。今どうなったかっていうとですね、昨日はですね、次男坊の誕生日だったんですね。18歳のですね、高校3年生、伝習館高校の受験シーズンで、うなぎを取ってですね、で私は今ちょっと減量中なんですね。妻は夕方こう聞いたんですね。うちの父もうなぎ大好きなんで、次男と父がうなぎ大好きなんでうなぎを取ると、でパパはちょっと2万円用意しといてって、うなぎ取るって言わないんですよ。で減量中だから、パパご飯少しでいいよねって、ああありがとう、気遣いありがとうって、少しでいいよって、協力してくれてるんだと思いました。そしたらうなぎ屋さんが来るんですね。言えよと
もう一生懸命頑張ってるんだ、うなぎぐらい食わせろよと思いました。でもそこで妻が、私の思い込みは妻が私を騙し討ちしたんじゃないんですよね。私にうなぎが来るよって言ったら絶対今日は一人前ちょうだいっていうのが分かってるから、パパの減量を手助けするためにはここで私がうなぎが来るよっていうのは言わないと、そう妻の優しい配慮があって、妻は本当にお茶碗の半分でした、うなぎ一切れ。以前の私だったらちょっとさって夜寝る前寝室に行って、ちょっとさってこれ経営者の奥さんとしてどうなんこれってちょっとこう旦那を承認してもいいんじゃないとか、ちょっともう少し構ってよっていう、構ってちゃうんです私、もう構ってほしくて構ってほしくてたまらないんですねっていうことを言ってました。で、いやそんなモーニングセミナーに行ったらいつも家におらんやんってっていう話が始まって、全然うなぎ飯から話がずれていくんですね。で最後に言う言葉はこんな言葉です。お前が売ってみろよって、お前が経営者やってみろよって、いちご収穫してるだけの方が楽なんだよって、現場の仕事してる方が楽なんだよって、指示を受けて言われた通りしてる方が楽じゃないかって、経営者の気持ち分かってくれよって言ってました。すると誰がモヤモヤして眠れないかというと私です。妻はあ、また始まったと思って寝息がスーッて聞こえてくるんですね。このよく既読スルーって LINE で問題になりますけど、私リアル既読スルーなんですよ。するとですね、本当になんかこう、ちくわがうち大野島ってとこ住んでますが、川岸に隣に寝てるんですね、一応間に筑後川が1キロあるような感じです。親にしてみれば息子があっちこっち出て行って、私は伝達力を身につけるために能力開発をし、日本全国講演して回って、最後にはサウジアラビアの下のオマーンという国で日本代表で、砂漠の国で石油エネルギーの脱却から自国産業を活性化するために、日本のサムライスピリッツの自国産業の建国を建立を願ってスピーカーを来てくれということで世界にも立ってきました。だからアラブ人がうちにオファーに来た時に父は顎が外れそうな顔してました。でもその活動一切承認しません。なぜ？竹下家が良くなってからなってないからです。足元が良くなってないからです。でもその時に倫理法人会の学びでは全てを受け入れるというのがありました。まさに肺の実践と一緒で、生田専任幹事から3日前に電話がありました。もういかにも申し訳なさそうな電話です。竹下さんって、いや頼む時は元気に頼めばいいのにと思ったんですけど、もうそのことで察しました。何かあったんだなって。ただ3日後とは思いませんでした。でもやっぱり肺の実践、これは全て受け入れるっていうのは親や妻、アシスタントなんですね、私にとって。これだけ喋ります、いろんなとこで竹下さんって言われます、外に行ったら気持ちがいいです、家に行ったら役員朝礼を受けてるような感じ、いや違うな、何でしょう、いつも叱咤激励を受けてる、訓練をされてるような感じが実は家庭なんですねって思ってる間苦しかったです。妻や両親が私を訓練してくれる最も身近な人間関係のアシスタント、最強のアシスタントですね。でもそれを受け入れれるようになって、生田専任幹事からのそういう言葉にも分かりました、やりますと、全てを受け入れるようになって自分革命が始まったんです。今私は実は今年新築をすると、家を建てて希望を見せたいと思って、家族に、息子たちに、今まで本当に売れない農家だったんで、10年地獄を味わわせました。ボロボロの車で、パパそんな車で来たら恥ずかしいからやめてって、 PTA 会長って目立つもんですから、外での活動がいくら目立っても実際乗っていく車がボロボロで、妻や娘はそれが恥ずかしいと言ってました。情けなかったです、クソって思ってました。でも勉強不足というか力不足で、なんちゃって成功者を精一杯演じてました。足元が固まらない状態で外を走る、これいっぱい経営者いると思います。これから大風呂敷を引きます。私はこれからこの日本国家農業第一産業で、このコロナ禍において人の移動が制限された中で、第一産業というのは国を守るために何としても成長させなければいけない職業です。今ここに立っている男はこの国家に影響を及ぼす男ですというような大風呂敷を引くようにしています。するとそこに
対応する情報や人との出会いが始まるんですね。まさに柳川大川倫理法人会に行く前、私は2016年このレジュメに書いてますけど、春日市倫理法人会、これ倫理歴に沿ったことだけ書いてます。レジュメには父と母、妻との意見も合わずに、子供たちにも尊敬されないまま、売れない人間として私はさまよって、能力開発はするんだけれどもうまくいかなくって、だから春日に開越良子っていう化け物がいるよと、今日開越さん来てないですよね聞いたので行きました。そして春日市倫理法人会に私は入会して、なんとその時のご縁が面白いんですね。これから流れ面白いですよ、私の人生の物語。喋ってる講話者、入江正義専任幹事当時そして太田会、当時太田会長が応援にいらしてて、私全然知りません、そんなこと。で、開越さん、さすが開越良子さん、さっと申し込み用紙出して、その場でサインして、入江さん、入江会長がその時ですね、まあちょっと取ってつけたような話ですけど、おそらく鮭が産卵に遡りして卵を見つけて、春日で育って帰ってこいよ柳川にっていう気持ちで私をそこで話されたんだと思うんですけど、とてもそんな顔してませんでしたけども、そこで4年間私は春日ですくすくと育ちまして、でもここにも書いてます通り、一度は普及拡大副委員長という役をおせつかって、海津さんも賭けだったと思うんですよね。大川から1時間かけて5時に到着しなきゃいけないって言ったら、私3時半起きなんですよね。1回行きました。無理って思いました全泊するお金ないので、いやこれは続かないなと思ったので、1回きりでした。だから県の普及拡大の委員会なんか全然出てません。だから役を全うしてないんです。挫折しまくった男です。でもいいよ大丈夫よって、もういてくれるだけでいいからっていう、またそこで江口地区長のような仏の顔で、あの春日でも受け入れていただいてですね、話を聞きに行くだけの依存型の会員でした。普通の日常の状態、5時に起きて5時5分に出ればなんとか歌が終わる頃には春日に滑り込みなんですね。そもそも6時に間に合ってないんですよ。講話だけ聞きに行ってるから。こんな不良会員でした。あ、これが不良会員って言ったらいけないですねそんな状態の依存型だったんですね。でも続きません。やっぱり何も変わらないので、ぬるいなこの会話って。柳川大川に行くと、本当にすいません、柳川大川の皆さんにですね、もう本当に失礼なこと言いますけど、はっきり言いますと暗かったんです。12以下の段階で入江さんがどんなにあがいてやったか、その当時気づきませんでした。だからこんな暗いところでは自分は育たない、やっぱり春日に行くしかないと思って、通い続けて何も変わらないからやめようと思いました。するとその時に言われた言葉が、この黒字で太文字にしているところです。倫理はねって、続けることよって、漢方薬のようにねって、だんだん効いてくるからって。本屋さんに行けば、 YouTube を見れば、3日で変わるなんとか法って、あなたも稼げるみたいな、このコロナ禍だからチャンスだから、あなたもセミナー講師みたいな、そんなバカな話があるかと。人は一日にして変わるものじゃありません。習慣形成なんか簡単にできるものじゃありません。その時海津さんはわざわざ大川の家まで来てくれて、私の手をぐっと握りしめて、いや心をわしづかみされたんです。竹下さん一生懸命能力開発頑張って、あれ劇薬でしょって。だから繰り返し繰り返し学ぶっていうことをしないと人間は簡単に変わらない。私は中国から日本語も喋れない状態でやってきて、本当にいろんな出会いがあって倫理法人会で救われてきたって。もちろん劇薬もやったよって。でもそれを継続してやってこれたのは倫理法人会のおかげだから、私を信じてついておいでって。ちょっと盛りました、海津さん、すみませんそう受け止めたんですね。そしてその海津さんが会長任期の終了前に、竹下さん今までありがとうって、もう柳川大川に転籍して地元で頑張りなさいって。そして入江会長のもとに、地元に帰ってきました。でもまだ依存型変わってないんです。でも大リーガーの4番バッターが移籍してきたみたいに柳川大川湧きました。なんかこう元気のいい息のいい鮭が来たぞみたいですね最初はこう、ああ期待が来てるなって思って、まあ本当にプレッシャーでガチガチで、こうバッターボックスで振り上がってバット振れないという状態ですね。ところが数ヶ月経って、ここにも書いてます、これ直近なんですよね。
2020年の7月に移籍してきてですね、1月3日でした、2021年、今年です、今年。これまで柳川大川の歴史を築き上げてきた重鎮の皆様、先輩方にどんなことがあったかっていうのを酒の席でですね、専任幹事と慰霊会長がポロッと、黒い歴史なんであえて公表しません。それを聞いた時にどのような思いでこのふるさとを守ってこられたか聞いたんですね。人に惚れた瞬間でした。決して殉教ではなかった柳川大川倫理法人会、春日市は読売巨人軍みたいなところでした。4番バッターがいっぱいいるんですね。もうそこにいるとなんかこう自分も良くなるんじゃないかって勝手に勘違いしてましたが、自らが動き出さない限り空気を読むだけでは何も変わらなかったんです。作る側に立たなければいけないって感じたのは入江正義会長のこの10年間の蓄積でした。成長は正比例ではありません。このようなカーブではなく、入江会長はまさにこの曲線を、成功曲線を、時間が経てば経つほど成果が上がるのではなく、時間が経っても大会者が出て幹事も増えない、一人三役四役こなしながら来られてきた歴史、カバーしてカバーしてもうやめようかって言いながらも、仲間の大橋専任、大橋幹事のアパートに講話者を止めたり、そういうやりくりの中の歴史を聞いたときに、何としてもこの人に送りバントしなきゃって、エンドランしなきゃって、空振り三振だろうが一塁にヘッドスライングするぞって思った瞬間だったんですね。だから1月です。その時江口地区長が県南の風を、県南の風をと、もう淀川長春じゃない、あの映画の評論家のあの恵比寿さんのような顔、すいません、あの年齢のいかれてる方は分かられますね。恵比寿さんのような仏のような顔で入江会長を支えてあったんですね。決して入江会長を、私が見えないところでは罵倒されてたかもしれませんが、私の目の前では仏の江口地区長でした。そして入江さんが、本当に入江会長がみんなに頼むよとはおっしゃるんですけど、自ら動かれている歴史が石井専任幹事、入江正義会長の柳川大川のこの10年です。私は今日来ていらっしゃいますけど、尾形幸子さんや西さんで、今日もね、あの若手、柳川大川の若手幹事が来ていらっしゃいますが、この柳川大川だからこそ勇気を示すことができる、この弱小短会だったからこそ、柳川大川だろうって、福岡県のお荷物だろうって言われているような短会、すいません、私自身がそう思ってました。自分のふるさとにもかかわらず、自分のふるさとに自信を持てなかった人間です。自分の農業っていう、父親にも妻にも職業にも、そして自分の商品にすら、ふるさとにすら自信を持てなかった人間だから、変わらなかったんです。春日に頼ってて、読売巨人を見てて、わあいいなって思ってる間は何も変わらない。我がふるさとを誰が支えていくのかって、自ら空気を作る人間になろうって、まさに今コロナ禍で誰かに依存して文句言ってる場合じゃないと。ちょっと安心する解釈を一つ例を言いますと、マスコミの報道っていうのは、マスコミは企業スポンサーからお金をもらってるので、圧倒的に広告の効果が上がる高齢者層、そして団塊ジュニア世代、我々に響く情報の方が多いです。だからコロナコロナコロナって言った方が視聴率上がるんです。炎上マーケティングです。だから企業スポンサーは広告を出す価値があって、お金をテレビ局に払ってくれます。私はアラブに行った時に言われました。砂漠のテントの中で、砂漠のために言われました。竹下さんねって、世界の歴史は捏造されてるから、金の流れを追いなさいって、あなたが逆の立場だったらどうすると思うって、歴史は戦争に勝った国が作ってきた歴史だから、金の流れをちゃんと見るのよって、人間理解を深めなさい、心理学をしっかり学びなさいって言われました。まさにこの万人幸福のしおりは人間理解の賜物です。両親のこと、妻のこと、相手がなぜ私にうなぎ飯を言わなかったのか、私の体調を気にしてるからですという解釈、全てを受け入れようって思わなかったら夫婦喧嘩してます。うなぎで息子の誕生日に、親がリフォームをしてます、私新築するって言ってるのに、なんで息子の言うことを聞き入れないんだと言ってしまえば親子仲たがい、別に親と仲が悪いから隣同士に家を新築してリフォームしてって、世間一般的にはバカな話です。でも親がそうしたいと言ってるんだったら、それを全面的に受け入れる、あ、これも良かったねって、実は昨日工事が終わりました、母が喜んでですね、綺麗なキッチンで嬉しそうにしてるのを見て、うなぎのことは忘れようと思いました。
受け入れる、つながってるんですね。入江さんの前で加越さんにサインして、育ててもらって柳川大川に来て、受け入れる実践をして、そして聞こうと思ったら入江さんや石井仙人幹事の苦難の歴史を聞いて、そして筑後からどのようにして大川が分布してこの日育ってきたか聞きました。そして私は外でいろんな劇薬を飲みながら習慣形成にならず、柳川大川で司会進行したらこんだけ喋るのにとちるんですね。新たな自分との出会いでした。やったことないことをフルスイングで挑める場所だったんですね。私はマーケティングやこの伝達力、そして選択理論心理学というのをこの倫理法人会とは別に、倫理の理の字でも知らないところから学んできました。自分に1000万以上投資してます。その実践っていうのが本業でしかなかったんですね。これ考え方ですけど、この倫理法人会のモーニングセミナー運営、空気を作る側に立つ役員になるということは、自分がこれまで学んできた販売心理学、販売の構築、この伝達力であったり、それをどのように対人に対して、コンピューターじゃないです、マニュアルじゃないです、日々変化するこの社会情勢や人に対して、それを変幻自在にフルスイングできる場所が実はここなんですと思った瞬間に、私は普及してって言われて、普及大嫌いでした。ここにも書いてますけど、でも自分が本当に美味しいって思ってなかったうなぎを人に勧めることはできません。うなぎにこだわりますけどここのうなぎが美味しいって思うから人に言えるんですね、心の底から。付き合いがあって美味しくないうなぎ屋さんを紹介するときって、ものすごくなんかこう、いや自分の信用も失うから言えないんですよね。だから本当に自分がいいって思えるには、とりあえず言われたことをやってみる、すると、なるほどそういうことかと。私は自分が良かったと思うことを自分で情報を取りに行って、相手が何と思うが、今日も田中誠二君に昨日伝えました。あなたいつも俺に給油送ってくれるって、でも大川市の農家誰も俺のことを宇宙人と思ってるから誰も来ないんだよって、あなただけなんだよ給油送ってくるの、農協宣伝部時代からって。どうしたいの、変わりたいと思ってるんだったら、いや迷惑だったらもう言わないって、でも誠二君ねって、俺に関わりたい、この人についていきたいと思うんだったら、今日が最後通告です、ラストチャンスです、明日来なかったらもう俺連絡しないからって言ったら、ようこそいらっしゃいました。みんな自分が幸せになりたいと思っています。私は自分が幸せになりたい、究極の自己中だから、田中君に幸せになってもらいたい、すいません本気の練習試合をしています。田中君を幸せに導くことができずして、そこでの本気のからフルスイングをやってます。この倫理法人会で今日は筑後に来てます。ここの会を取り仕切ってる会長、専任幹事を勝たせずして、私はここに存在する意味がないと思ってます。じゃあ何を話したらいいか、このタイトルが浮かんできたんです。ボランティアじゃありません。すべての皆さんの日常、学校教育にしても地域活動にしても選挙運動にしても、すべてが皆さんが初めてやったことであれば、皆さんが幸せになるために与えられた試練、課題である。それをすべて受け入れることによって、今までいちご農家です、私いちご農家で、下手したら1週間誰とも会わずに家族だけで、私の代わりに誰かが出荷に行ったり、外と対抗して、外といろんなことしてたら、私は1週間、いや1ヶ月誰にも会わなくて済むような環境にいるんです。私今どこにいるかって、今うちで創作願いが出てるかもしれませんけども、こうした目に見える作業をしてくれる家族、スタッフが頑張ってくれていて、目に見えない人と人のご縁をつなぎながら奇跡の道を切り開いていくのは人間関係以外にありません。人の文句を言ってる場合じゃない、そういう方々もこの社会を構成するのに必要な人材、すべて皆さん幸せになりたいと思って最善を尽くしてやる。それは受け入れる。妻はすいません、もうしつこいですけど、うなぎを私に食わせたくなかったんじゃないんです私の体、愛なんですね。でもそれを受け入れられなかった自分がいたから、お前が売ってみろよっていうことを言えば、妻は貝になって、もうこの人に言っても無駄やって思うから言わなくなります。今は全て受け入れます。だから今日も収穫があるから、ここに無理くり来てくれとは一言も言ってません。しかし今日は、実はうちの息子が、長男がですね、体鍛えるために無門会っていうところで空手の勉強を、空手をやってる時に、古川先生が
数年前に会った時にはですね、もう本当にあのガリガリになられて健康心配、今普通の人になられましたが、以前はあのなんて言うでしょう、殺人兵器みたいな体をされてたんですね。その息子さんが今日は来てらっしゃって司会をされてる姿を見て、もう希望がすごく満ち溢れてきました。うちの息子もいずれここに一緒に学ぶ、柳川岡だと私がいるからダメかもしれないから、ここにぜひお世話にあのなったらいいんじゃないかなって、またここでも強要したい気持ちが父親とか名前やもううなぎの話と一緒でですね、もうこれは古川先生から突然電話をしてもらうかもしれません。でもそんな力を借りて、自分ではできないことをですね、周りの力を借りて私は育てていただいて、今もどうやったら竹下家が幸せになるんだって、先ほども言ったように私は国家に影響を及ぼす人間になるって決めてたら、自分が力を貸してくださいっていうのに遠慮がなくなりました。柳川大川の幹事の皆さんに、この柳川大川で日本一を取ったらたくさんの短会に言い訳ができないようにしてしまえって、親会である筑後倫理法人会に尻に火をつけたれって、私は日光ホテルの博多倫理法人会前中尾会長の前で言いました。博多の尻に火をつけてみせますって入江会長に一切断りをしないまま大風呂敷って怖いです。でも言ってしまったらですね、もうやるしかないんですね。そしたら中尾前会長が歩み寄られて、君は政治家にならんのかって言われましたあの倫理法人会って可能性に満ち溢れてるんですよね。でもこの可能性を満ち溢れる先ほどの流れ、ここに書いてます流れはですね、私は中須川端の安武さんっていう事務長から紹介を受けて、海津さんを訪ね、春日で育ててもらって卵が帰り、柳川大川でだんだん大きくなって、そして入江さんを支えてきた人間あの方々もいらっしゃって、江口地区長しきりに県南の風、県南の風っていうのをですね、もうお前ら何やってるんだってここで言いたかって、多分この辺で止めてやったと思うんですけど、講話を聞くと内容わかるんですが、以前はあの暴力団の組長みたいなことをされてたそうで、でも今はもう本当に仏のような顔で、決して誰を責めることもなく、その中で入江さんが育てられたとしたら、私の入江さんがお父さんだとしたら、おじいちゃんって言ったらダメです県南の風をですね、ぜひご本人に味わっていただきたいと思うんですね。県南の風、県南の風と言い続けて4年経って、いろんなことを言いたかったと思います、江口地区長。しかしそれをここにいらっしゃる会長お三方も、なんとか江口地区長に旗を上げさせたいと思いながら、今期見事に3地区達成、そして県南の風が吹きました。しかしご自身は県南の風を本当に浴びられたかどうかわからないので、ぜひ皆さんで江口地区長に県南の風を、いやこの柳川大川で火の玉が、柳川大川で火種を作りました、そして3地区に伝染してもう放火魔となりました。皆さんご起立の上、江口地区長に拍手喝采で県南の風を味わわせていただけますでしょうか。皆さんお願いします。ありがとうございました。ご着席ください。まさに今日の輪読ジャストミートだなと思いました。元を忘れず、末を乱さず、大先輩の皆様が今日福岡県倫理法人会、そして私はそこでくすぶっていながら、こうして柳川大川で火を吹きました。今日は福岡県研修委員長の上田委員長とあの石橋さんもお見えになって、それ全然これ想定外でした本当にもう今度久留米でですね、7月にイベントがあるんですね。そこでいろいろあったんですけれども、私が体験発表に立つことになりました。このまず柳川大川で今九州ナンバー2だそうです、参加率が。一番取ろうって幹事の皆さんに呼びかけました。頭おかしいと思ってる仲間もいると思います。やりますってまた入江会長に断り言ってません、これ入江会長、私はあの首を外して話し飼いにしてくださるんですよ。あのやれって言われるとちょっとジュッてなるんですけど、あの竹下君自由にやっていいからって、でも入江さんのお墨付きがあるから何でもやって、あの牽制で刺されたり盗塁失敗します。でも倫理法人会は皆さんフルスイングで自分の思ったことを会長に心を合わせ、セミナー参加者に喜んでいただけるお世話役に徹しますって、自分じゃなくってここに参加してくれてる方に
精一杯尽くす、人に合わせる、受け入れる、そして会長に心を合わせて、会長に合わせて送りバントし続けるんですよね。そしてこの組織活動、このマニュアルに沿ってやるって、決められたことをやるって、だからなんでこれしないかんとって思うんじゃなくて、知ったら分かる、すっ飛ばして、知る、分かる、行う、できる、分かち合うって私は習いました、能力開発で。でもこの倫理法人会違うんです、順番が。分かるがないんです。いや、そこ説明してよって言いたいんですけど、そんな暇ありません、日常忙しくって。知ったらもうやるすると後から分かる。私を見て、私はこれからもっともっと強大になっていきます。私は入江さんを信じました。入江さんは江口地区長を信じられました。その人と人とのつながりに分かるはいらない。この時代に、このコロナ禍に分かるはいらない。この人のためにという思いで利他に振り切った時に自己成長が促進してきました。私はこの倫理法人会はフルスイングできる、本気の練習試合ができる場所だと思っております。私は年商1億突破しました。倫理法人会入った時は3000万以下、1億見えません。でもおぶろし引きました。この大川の田舎町で、私のような負けっぱなしのいじめられっ子の、親とも人間関係が悪くて、夫婦関係も悪くて、なんでなんだって自分を失っている人間が、年商1億突破し、豊かに暮らしている見通しを見せることが、何より地域の子供たちや農家に夢を与えることができる。まさに希望。希望は心の太陽である。我々は、希望を届ける側、この国に希望を届ける側に立つ。そのリーダーとして、ここで自分と言わずに、柳川大川入江正義会長が立つ。そこに送りバントをし続ける。すいません、これも断ってません。という気持ちで、私はフルスイングし続けます。時短会の会長を勝たせること。生田専任幹事は、私頼んでません。自分から自らネタを作るためにゴルフの自打球を目に当ててこられました。もともといかつい顔してるのに、そこまでしなくていいのに、笑いを取るために生田選手は、生田選任幹事はそこまで池尻会長を支えようと思って、もっと表現の仕方が違ったんじゃないかなと思うんですけど、そうやってすいませんいじりましたでもそうやってみんなが支え合う会って楽しくないですか。私今コロナ禍だから控えてますけど、柳川大川で入江さんがよし行こうって、石井千人幹事がよし行こうって役員会の方に一席設けようって言った時には、みんな今わーってきて、そこでですね、不倫理法人会が始まるんですね。不倫じゃないですよ、ちょっとこう羽目を外す倫理法人会が始まって、とても楽しいんですね。もうそこで絆が芽生えて最高の会になっています。柳川大川150社見えます。いろんな手段を思いつくんですね。大島圭介さんの講演会を私は企画しました。でもこれは株式会社酪農ファーム竹下主催にしています。なぜならこのコロナ禍の中で、福岡県倫理法人会や江口地区長がもうこういった会を催すことは立場上、本当は気持ちではものすごく応援してあります。でも立場上とても中止してくれって言わざるを得ない立場にいらっしゃる方々に対して、その立場も受け入れて、この行政指導も受け入れて、法律も乗っ取った形で受け入れて、会場である三河屋のおかみさんとよく話して、60名、120名キャパのところに 50% という行政指導が来てから60名でやると。なぜやるか、批判が来るのは分かっています。クラスターが発生したらどうするかって、マスコミの炎上商法に乗るのではなく、事実きちんとコロナ対策のセミナーを受けて、除菌装置もいっぱいつけて、そしてこういったアクリル板も用意して、間隔も大きい、きちんとやれば大丈夫っていう専門家の事実をお墨付きを受けて主催をします。そしてオンライン集客であったり、これまで私が身につけてきた販売心理学、マーケティング、伝達力、全てを駆使して柳川大川を勝たせます。そこに大島圭介氏を呼び、この居酒屋てっぺんでやってみ見せてくださった、先に決める、先に祝う、必ず日本は良くなる。これから世界人口は100億に向かって爆増する中に、食料生産は不足します。モラルが低下していきます。儲かればいい、そんな世界じゃない。日本が希望の光となり、世界に倫理観を照らし合わせて、このその火種はこの柳川大川に始まり、この県南執行地区江口地区長指揮のもと、この県南から風が吹いて、福岡が九州を制し、そして日本創生の8万社への突破、
日本全国の企業経営者に勇気をもたらす会になる。だとしたら鼻血が出ませんか。もう勝手にそんな歴史を、これまた入江会長に断っております。この大島啓介氏の講演会を通じて、私は大島啓介さんのお母さんと奥さんと、奥さんのお母さんと長男の誕生日まで全部胃袋を押さえました。イチゴでマーケティングです。もちろん大島さんと同級生で親しくなりたいのもあります。もう Facebook ライブで共演もしました。子ども食堂事業を大川に引っ張ってきます。大島啓介さんがやろうとする全国のこの志、居酒屋を勝たせ子どもたちの未来を必ず未来へつなぐんだというその気持ちを、大島啓介さんの子ども食堂事業を大島啓介さんに協力することによって、この大川に、柳川大川地区に引っ張ってきて、倫理法人会の皆様にも事業のブランド力アップにつなげていただければと思っています。そんなことを話した中村文明さんの片腕である方がつながりまして、安野浦さんというんですけど、実は来週の火曜日に今度中村文明さんの黒船ファームと商談をします。中村文明さんのブランドと、そして大島啓介さんのブランドを大川に引っ張ってきて、そこに関閣の会長関文彦会長から協力をいただいております。私はこの大川を全国の火種にしてみせます。そう関さんに言いました。おお竹下君頑張れと。ここなんです。どれだけ怖いか。こんな大風呂敷引いて俺どうするんだろうって、もう一人の竹下が言うんですね。黒い竹下が、お前早まるな、もうそっか飛びるのやめとけ、もうそのぐらいにしとけ、やめとけって。だから言うんです。決めたら言ってください。ちっちゃい範囲に収まらないでください。選ばれて生まれてきてるとしたら、人生は神の演劇、その主役は己自身である。神が書いたシナリオで、皆さんがこの令和維新の真っ只中、コロナ禍の真っ只中に、倫理法人会の一役員として、会員としてこの場に意味があって参加されているという神のシナリオだとしたら、これからどのように行動されたらクライマックスに向かうでしょうか。我々はこの国のリーダーです。その自覚と誇りを持って、どのような行動を選択していけばいいのか、この県南江口地区長のもと、県南三段会会長は江口地区長に送りバントし続けてきて達成しました。これにだけにとどまらず、江口地区長含め他の地区長の皆さんが坂本会長に送りバントをし続けて、福岡県の会長も全国の倫理法人会の達成、そして日本創生、全国の指針に向かって我々は空気を作る側を送りバントし続けるんです。その結果、自分の会社の成長、自分自身の成長があると思いませんか。先ほども言いましたが、私は年商1億今年突破しました。法人1期目7月末で決算です。1億を超えて面積変えてません。 40R 農家してる方は分かるんです。4000平米 40R でいちご農家の一般的な年商は2000万よくて3000万です。私は面積変えておりません。経費は人件費がちょっと上がったぐらい、出荷量変わっておりません。なのに1億を超えて今2億が見えます。2億までは見えます。だから年商2億円を目標にしてますとは言いません。10億を目指します。見えないからです。そして10億いった時にはもう何やってるかさっぱり分かりません。でも多分いちごの販売をしているビジネスじゃないですって言い続けてると、早速そう言って中村文明さんとか大島啓介さんと縁があるんですね。ご自身の価値を安く見積もらないでください。己を尊び人に及ぼす。己が大野島の小さなイチゴ農家だと思うのか。意味があって農家の長男に生まれ、いじめに遭い、人の痛みが分かる経験をし、いろんな課題が、大きいこと、ちっちゃいこと、ちっちゃいこと言えばうなぎ飯、人間が試されます。妻や両親は私がどんなに外で大風呂敷を引こうが、そんなことは関係ありません。目の前の日常の靴を並べてるとか、食べた後片付けてるとか、そんなことしか見てません。そこから変えていくって。先日上田院長、福岡県研修委員長の上田さんのお話も聞きました。トップに立ってる方も本当に目の前のちっちゃいことを実践されて今日があるんですね。入江会長もそうだし、江口地区長もそうだし、だからそういう先輩たちが進んで自らの日常をさらけ出してくれる会って素晴らしいと思いませんか。どっかの偉い社長さんと違うんです。いや会社ではすごい偉い、偉くて社長だったらすいません。でもきっと
ここで やられてることが少なくとも日常会社とかで 50% でも出ればそれでいいと思うんですよ。ここは 120% 非日常の自分を演じるところ、神の演劇に従って自らをこの日本創生のシナリオの中に乗せるかどうか。ここでは空振り三振していいじゃないですか、挫折したっていいじゃないですか。皆さんはこの時代に選ばれて生まれてきてるリーダーです。私は勝手に意味付けています。これから柳川大川倫理法人会を日本一に導き、江口地区長のこの県南地区を日本一に導き、福岡県坂本会長を何としても勝たせるんだと、そう思うところに自己成長が、学ぶ意欲が、キャッチ力が上がる。モーニングセミナーのこの運営だったり、この空気を作る倫理法人会というのは、自分の業績アップに間違いなくつながります。だからぜひ幹事、役員に挑戦していただきたい。そして広くそれを伝え、自分自身に自信がなければ普及なんかできません。これ美味しいよって、モーニングセミナー素晴らしいよって言えません。徹底的に分かるをすっ飛ばして、知ったらやる、利他に振り切る、社会のために、人の喜び、我が喜びに、それをやり続けていたら必ず自分の限界の壁を突破することができます。私は過去に無農薬栽培とかいろんなこと失敗してきました。だから自分のこと考えてると、やめとけっていうもう一人の人、竹内根ヶ下さんが支えくんです。ポジした、いい加減にしとけ、もう根ヶ下が支えくんです。でも江口地区長を勝たせるためだったら何をしたらいいかって、池尻会長を勝たせるためには何をしたらいいかって、もう今フルパワーで脇汗びっしょりです。でもそこに自己成長があるんですね。今日は皆さんが協力して、うわーっと県南の風を起こしていただきまして、私も本当にこれ昨日の車の中で思いついて、すいません、久留米東の倫理法人会を帰る車の中で思いついて皆さんにメッセージをしたんです。でもこうやって自信になりました。私自己成長を果たしました。本当に心から感謝申し上げます。利他に振り切って生きるモーニングセミナー倫理法人会の活動は、皆さんのブランド力をアップするということを最後にお伝えして、この講話の締めとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。